シカゴ時事、米大リーグで右上腕三頭筋の腱炎のため故障者リスト、デシリットル、配備している株。そのダルビッシュ有投手が20日、デシリットル入り後初めて打者を相手にした実戦形式で登板した。3イニングで打者10人に対して計51球を投じ、安打性の打球は1本。バットをへし折る力強い球もあり、不安はあったが、あまり力感を出さない中で強い球が投げられた。期待していたよりはるかに良かった、と満足そうに振り返った。長歌ともにユニフォームを着用し、クイックも試すなど試合を意識した投球。なるべく試合に近づけた方がいいと思った。リハビリ、期間も限られているからいい練習になった、と頷いた。時事通信社。